こんな近くで実況するのもちょっと気まずいな。これで繋がってます。さて、ワンピー側アリサ、ツーピー側ネモ。さあ、カイノフ飛んで雷撃手、中和シャドウで暴れていく。さあ、この雷撃手を落とせないと竜に活路を見出せない。さあ、選球隊でしっかり置き詰め、置き詰め重視。さあ、中和シャドウ波動拳。さあ、ヤンガーはこの波動拳がなかなかにうざい。中和シャドウセリキャン大パン裏に回らない。さあ、確認しつつの、さあ、ラッコで削って、まずはネモが削りフィニッシュ。さあ、ヤッコ、さっき見つかけて飛んで、めくらない。チュワシュ、チュワシュヤッコ。さあ、垂直ジャンプ大パン、ヤッコ。さあ、ヤッコを軸に攻めていく。コパンで落として、めくらない。さあ、アリサも波動拳で応酬するが、クリティックのチュワシュベッコ、チュワシュと食らってしまう。チュワシュ、さあ、チュワシュ波動シック。さあ、選球隊で割り込んでって、ビャッコで削る。さあ、2回とも削りフィニッシュ。ワンピー側ナイトタイプ R VS 2P 側ファイブスター。スーパーストリートファイター4アーケードエディション。さあ、中堅出てくるのは、バルログ。さあ、ヤンに対してバルログはどうなんでしょうか。そこら辺のこと、まあ、ダメ派の攻めが止まらない。なんとか忍びたいが、トロダン駒投げ、テラーで避けて投げて奥攻め、ここでダメージを奪いたい。さあ、雷撃手振って投げが決まってめくるか、忍びがジャンプで避ける。おわしとろう。まず1ラウンド目、ネモヤン大逆襲、壊し壊しからトロ。さあ、バルセロナ決めて、さあ、壊しバルセロナ。さあ、爪まで当てて投げて置き攻めでダメージ奪いたい。これはさあ、ニュートラルの向きで無敵にかわそうとしたが、かわせなかったようか。さあ、雷撃手振って、コントロ。さあ、起きない。さあ、声援を狙ったか、ジャンプ昇級いく。しかし、雷撃手振って、さあ、今のソバットが当たるとでかかったか、声援でこれは削りきれずに、むしろ崩しにいく。ここら辺がネモヤンといったところでしょうか。さあ、2P 側、あ、1P 側、まあね、ミスしてしまうのがその大会というものなんじゃないでしょうか。ミスもありきです。さあ、ワンピー側出てきたのはナルの剣。さあ、ナルの剣、さあ、ビアコ食らってしまう。こうして飛んでセービング、今のは鼻がパクったっぽいが、
垂直ジャンプ降りていく。さあネモの猛攻をここらで止めたい。投げが決まって足はショロ。さあ攻めのターンは一気にネモに移ったが、こうして暴れていく。しかしドロー出ない。もしドロー残ネモが1ラウンド。さあ垂直ジャンプね、リエクサス巻き。よしドロー大逆手振ってコーパンで固めて、コーパン。さあ垂直ジャンプ、さあセービング投げが爆発させる。さあ奥攻め、ゲージのない状態。さあセーブ、これはネモのセーブのネタが来るのか。中盤中盤でセーブミスってしまう。また中断、2回も補正切ったら人死んじゃいますよ、ほんま。ミスが逆にいいように回っている。さてそして4人目、クラノコーディ。さあまたこの組み合わせ。さあ来撃手をどうぞ落とすかが勝負の肝となっている。さあ来撃コバンコバン暴れて、さあクリミナル、壊しクリミナル、クリミナルめぐりは通らない。やっこゲージ攻めていく、壊し壊し通ろう、飛んでトロダン。さあさあまだ削れないか、セビさん決めてウルコンにラストドレッドバスト。さあ削り削ないか、うわーこれはミスってしまう。今の VS は痛い。このミスを響かないように2ラウンド目戦っていきたい。石を投げて、よし5番暴れて、コアシラフィアン勝利を暴れていく。さあゲージがもう少しです。いや溜めない、ビャッココンボじゃなくあえてジャンプのコンボに行く。そこら辺がネモっぽい展開重視。大撃ってコアシ投げが決まって、奥攻めめくり大逆襲。これはこの小腹には厳しい、これは厳しい。さああっという間に5人目まで引きずり出されてしまう。さあこの5人目で奇跡を起こすことはできるのか。せめて一矢報いる、もしくはまさかの5盾。この5人目が何人来るのかがこのチームの勝利にかかっている。さあそして試合の方を見るとネモ、あネモじゃない、ヤンドーキャラ。さあワンピー側のモヒカンの方はあれこそ選択、めくりが投げて、ヤッコ対空勝利しっかり出て、ジュアストロー決めて、ヤッコは出さずに投げが決まって、ヤッコさあ牽制していく。さあ対空が出る、なめんなと言わんばかりにジュアストロー決めていく。さあどうなる、体力リードはもう1回やん。さあ中足灯籠を決めてもう1回1ラウンド選手。
これはまさかのネモヤ破れるか。さあもう一回はこのペースで行くとないところ。さあ駒投げ崩し選択したが避けられてしまう。さあ中大はカウンターして暴れてしまったか。中キックフライマート。さあ勝利は警戒してガード。さあ昇竜出す時だけ当たる、こういう時ありますよね。さあしかし体力的にはそこまでリードは取られていない。さあ昇竜落としたかったが来撃中、位置が悪かったが落とせなかった。さあ5番5番から中央取ろう。ジャンプ中継で出てくる中央取ろう。さあゲージの使い道をどうするかが、ヤンドーキャラの決め手っぽい。食っていく、これはうまい。かなりヤンドーキャラうまいですね。さあセーブ。さあ昇竜警戒。さあテレポートで逃げていく。さあ怖い、決まって画面足。さあネモはもう声援を狙っているのか。怖し、さあ狙っているでしょう。セーブ。さあ中段方向撃、これはずうずうしい。確かに今のは方向を切らないと